残りの敵さんはこの建物の中だと思うんだけどな。こっちにいるわけでもないのか。あ。こっちで問題が。いてて、結構削られた。でもこっちは3人、もうその部屋からは出られないわず。お、レブナントさん行っちゃいます？それじゃあ私は扉に密着させて。もう逃げ場はないわよ。あいつ。楽しくなりすぎて何も考えてない突撃してしまった。というわけですんて、ギリギリな状況で生きる、クソザコメンタルな霊夢のエイペックス実況始まるぞ。皆さんやっぱろう、霊夢よ。こんにちは、ヨウムです。おっす、あたいだぞ、チルノだぞ。そんなわけで今回も証拠りなくエイペックスしていくわよ。今回の初戦は私たちもいるよ。また遊びに来てやったぞ。あ、そうだ、全員でスナイパー持って一人の敵を狙うっていうのやってみない？おお、なんか動画投稿者の企画ものっぽくていいな。いや、いいんだけどそれって強いのかしら？っていうかそれなのにレブナント使うんかい？なんか湧き上がってくる戦闘欲が抑えきれない。ただのヤバいやつじゃないの。まあまあキャラなんて何でもいけるだろ。それよりスナイパーで一人の敵ボコボコ作戦開始だ。作戦名が脱線。まあとりあえずはみんなでスナイパーを探しましょうか。なあ？こういう時に限ってマスティフ落ちてんのかい？じゃあ見つけたスナイパーは絶対持っていくってことにしようぜ。はいはい、了解了解。お、私の今回の相棒が出たわ。なかなかすごい装備になるけどこれとマスティフでいいかな。あれから接敵することもなく結局マスティフからカービンに持ち替えました。そういえば二人のスナイパーは？私はセンチネル。あたいもセンチネルだぞ。一部隊で三本センチネルってすごいわね。なんか聞こえない？ゴーって。あわわ、トライデントが来た。一人割って他二人も青ちょい削りしたわ。オッケー、その割った人はダウン取ったよ。残り二人はおそらくこっちにいると思うんだが。あ、向こうに行ってる。ここね。了解、あたいはこっちから行くぞ。私も裏から回ってみるわ。シールドだけ回復させてもらいたい。二人とも大丈夫？こっちに二人来てて2対1仕掛けられそうだ。く、行って、とりあえずドームして引くか。あれ？一人しか来てないのかな？おし、あと一発。うわぁ、全然二人いた。うん。大丈夫、私に任せて。2対1でどうにもならないや。ひぃ、カッキルだとは。あ、レースが虚空で引いてそっちにライフライ行ってるよ。了解した、先にこっちを二人で叩くぞ。うっし、ダウンだ。ただフェニックスキットだけ使わせてくれ。そういえばさっきのレースはどこに行ったんだろう？あ、いた。こっちいるから回復はできると思うよ。それなら霊夢の蘇生もいけそうだ。あたいはこっち側見てるから霊夢を起こしてやってくれ。了解、お任せを。はい、これで大丈夫だよ。よし、ありがとう。こっちは見てるから回復入れちゃってくれ。お、センチネル当たったぞ。攻めるなら今だ。このコンテナみたいなところの裏だ。お、あれが噂に聞く攻めドームってやつか。よし、これで部隊壊滅だ。そういえばさっきの戦いでセンチネル使ってた？ボルトが強かったね。一回当てたが詰め切れたのはマスティフのおかげだな。もうすでに企画倒れ感がすごいんだけど。あの後しばらく動いていたら残り3部隊にまでなりました。お、あそこで今やり合ってるぞ。今こそスナイパーで一人の敵ボコボコ作戦開始だ。ウルトも吐いて防衛の準備は完璧よ。お、あそこだ。今ダウンしてるやつを狙ってるあいつやるぞ。あの、全然当たらないんですけど。諦めるな、あそこにまだいるぞ。まあスナイパーのプレッシャーのおかげで倒せたってことにしておきましょうか。あとはそこにいる一部隊だけだ。この距離ならめちゃくちゃ有利だぞ。あ、それじゃあワットソンらしくフェンス張っておきましょうか。アンチークならこの坂登ってこないといけないだろうから、それは結構刺さるかもね。そんなわけで人生で3回目くらいのフェンス設置タイム。あ、こっちいるよ。顔出してくるならこっちの方が圧倒的に有利だとは思うが。いった、この距離でウィングマン当ててきた。相手相当重さなのか、ならばなおさらここで決めねえとな。というか私カットしてるシーンも含めて一発も当たってないからいろんな意味でまずいんだけど。大丈夫だ、絶対当たる。あそこで敵が一人で浮いてるぞ。よし、今こそこの企画を成功。こりゃ全然ダメだわ。っていうかそもそも私全然スナイパー使ってなくて当てられる気がしないわよ。ってジャンプタワーで飛ぼうとしてる。あそこにあったのか。よし、それじゃあ飛んでるところを撃ち落としてやれ。いや口では簡単に言うけど走ってる敵にすら当てられないのよ。ほら撃ってきた。これはやるしかない。偏差とかよくわからないから適当に撃っちゃえ。当たったー。マジですげえぞ、偏差打ち完璧じゃねえか。本当に当てちゃうって実はスナイパー使えるんじゃないの？今なら何でも当てられる気がする。私の華麗なスナイプで全員倒してあげるわ。
ごめん、センチネルは近接じゃ無理だったわ。センチネルじゃなかったら勝ってた。センチネルじゃなければ勝ててた。この企画全否定してどうすんのよ。試合変わりまして残り3部隊というとこまで来ました。お、割れた。っていうことは今こそ P20 の出番ね。全然当たってなかったがゴリ押しでダウン。今こそ詰めるタイミングね。一応さっきの位置だけ警戒しながら。ちょっと見えにくいが蘇生入れようとしてないか。ライフラの蘇生か。それならこれよ。もう一人の味方が牽制してきてるが、全員下に耐えられなかったようね。まだ残りの一人が別の場所から撃ってるみたいだ。黙れ黙ってことはそこにいるのね。後ろから撃たれてるならこっちが裏取りに行くわ。我が名は白霊霊夢。いやそれただの自己紹介じゃねえか。多分このまま行けば裏が取れるとは思うんだけど、スキャンしちゃうとバレちゃうからあえて何もなしで。とか言ってるがただ忘れてるだけだぞ。横はもらったわ。サイドを取ってワンダウンだ。左か。よし、バレた。ハンコの力を思い知れ。死ぬほどグダってたが味方のカバーのおかげでなんとかなったな。よし、残りはそこね。よし割った。さっきの反省を生かして。うお、めっちゃ気持ちいい。久しぶりに P20 が暴れてくれたわ。試合の方変わりまして現在非常にまずい状況に置かれております。残り部隊が全部お互いに睨みを利かせているような状況だな。私たちはアンチ外にいるからどうにかして隙を見て移動しないといけないのよね。味方なんかケアパケの方にピン刺してないか。そこってアンチ外だから言ってもしょうがないんじゃ。あ、そっか、敵さんいるなら倒さないとアンチに入れないのか。っていうか残り3部隊になってないか。あ、ほんとだ。それじゃあ残りの1部隊の場所さえわかれば移動できるかも。どうやら残りはあそこだ。よし、それじゃあ無理にでもケアパケの裏を取ってからアンチ内に入りましょう。ってなんかポータル置いてあるな。ということは先にアンチ取られちゃってるのかも。残り時間もないしどうしよう。案の定敵はいたが弾は全然当たらんな。一発は当たったけどこれじゃあしょうがないのよね。ジブラルタルの空爆来てるぞ。く、時間がないっていうのに。一旦あの岩よ。わ、二部隊で撃ち合い始めた。これはチャンス。コンテナ裏にいる部隊を叩けるわ。ここでホライゾンが突撃に気がついてブラックホールを展開。よし、興奮剤ぶっ刺して突撃あるのに。ホライゾンさんナイスヘイト稼ぎ。背中がガラ空きよ。よし、かなり無理やりだけど一応アンチを取れたわ。ただ油断はできないぞ。さっき戦ってた部隊はすぐ近くにいるだろうからな。幸い詰めては来てないみたいだから一旦落ち着いて回復やら物資回収しちゃいましょうか。少し高い位置になってるおかげで敵部隊も攻めにくくなってるんだな。あ、プラウラーあるのか。でもここはウィングマンのままでいいや。敵部隊がちょっと顔出してきたみたいだな。少し迎撃はしたけど向こうはアンチ内だし、このままじゃジリ貧よ。なんとかこっちから攻められればいいんだけど。なんか見えないもんに弾かれてるぞ。なんでこんな時に変なバグに合わないといけないのよ。一発当てたが別のところから射線通されてるな。あ、あぶね。こんなところでダウンしたらマジで戦犯よ。左から顔出しても、右から顔出してもがっつり見られてるな。と入ってもこの状況どうしろと、無理やり打ち合ってダウンを取るしかないんじゃ。ワンチャン頭に当たってくれることを祈ってウィングマンを連射するしかないわね。打ち合いすらまともにできないんだからそやデスボックスあさりなんてできるわけないだろ。ちょっと体を出してはくれるけど当倍でこの距離は全然見えないわ。ん？ちょっと引いた？それなら少しだけ詰めましょう。ライフラもこのままだとヒリヒンだってことに気がついてるみたいだな。ライフラさん詰めるのね。それなら私も強引に行っちゃうわ。ジャンプパッド展開。そして、飛べー。おぉ、ホライゾンを一気に削った。あとは詰めるだけ。なんとか当たってくれ。一旦ペニキ使わせてほしい。ちょうどケアパケあるからそれを盾にするわ。ライフラダウンだ。急げ。わ、わかってます。あと少しだけお待ちを。よし、全開。どうやら残りは一人目。背中もらい。今から気がついても、遅いわ。
っていうか最後の奴らいくらだったよな。なんで蘇生入れてなかったんだ。わかんないけど、とにかく私の勝利よ。あのタイミングで飛び込めたのは我ながらナイスだったわ。これだから奥さんはやめられないのよね。またも奥さんの魅力に取りつかれた霊夢なのでした。そんなわけでクソザコメンタルな霊夢が行く。エイペックス実況はいかがだったかな。また次回の動画も楽しみにしてくれる人はチャンネル登録でもして待っててほしいんだぞ。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。さらば。そんなこんなでちょっと久しぶりなエイペックス動画でした。毎週動画にしてたのにどうしたんだ。いやまあ単にいい試合取れなかったってだけよ。セフィロしたり配信しやりたくなったりで最近はマジでいくら時間あっても足らないわ。また最近エイペックスも感度変えてみたり色々してみてて、これもまた楽しみの一つね。めちゃめちゃ下手くそにならないことだけ祈っておくぞ。